路上で交渉した料金と実際に払う料金が違うなどのトラブルが発生しています。客引きについていかないでください。僕もアロマなどの商品物が販売されて事故を起こしたり死亡したりする事案が多く発生しています。危険ドラッグゼロ社会の実現に向けて今、一人一人のモラルが問われています。危険ドラッグは絶対に手にしない。こちらは新宿警察署です。
で壊し、腹立たし、情けない。どうでもいつまで経ってもなくならないのだ、クズ野郎。悪人の悪化が逆に進み、逃げなさい。Ha ha ha!